5月29日から始まったドリフターズコラボ後半のハンニバルを紹介するよ。愚か1コスヤリ兵で武力1知力11工作1コストながら工場性能が高く始めをスルーしたら一発つくのが長所。軽略は指揮音で勢力無制限の投げ軽略。武力プラス4で敵部隊を撃破すると兵力プラス20、効果時間は20カウントもある。渾身の単体強化の指揮調整や2色デッキの指揮あぐれなど長さを生かす手段も多岐。紫には特に鬼があるから粘り強い部隊をさらに粘り強くして固くするのもあり。もちろん他勢力から撃破能力の高いカードを持ってくるのもありで自由度高め。攻めよ。
勝ち目はゼロじゃないさ。ほらほら、人の身さらすことになるとは思わなかった。本物の鬼の姿。電気解放、燃えそうなものは手当たり次第に壊してしまおう。何者にもなれぬ。愚か。ヒートアワー。今回は3試合やるの。心配すんな、なんともねえから。嫌な予感がするの。さてさて、撃たれよ。どうしよっか。撃たれよ。流派発動。身の肩。撃て。撃たれよ。勝ち目はゼロじゃないさ。光よ。
私を侮ると死ぬことになりますよ。嫌な予感がするな。流派発動、三の型、心配すんな、なんともねえから。さてさてさて、なんなん、回り回るロンドを聞け。勝ち目はゼロじゃないさ。私はあなたを守る。撃てるよ。嫌な予感がするの。ぬっつ、老主の剣を、核薬と大地を照らせ。君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。ウタリオキ解放。ここを秘めた狼よ、王の道を行け。どうしよっか。なんの、かっこいい。流派発動、三の型、危ねえ、危ねえ、天狼となれ。なんだ、約束を果たすまで。
諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り。天なり。今回はもう一試合やるよ。心配すんな、なんともねえから。くらいなさい。嫌な予感がするの。ゴンキン様。さてさてさて、戦機開するの。葵の森に誓おう。徳川が治めし平和なる天下を。前期解放。君は私たちが知りたいことを教えてくれるか。流派発動。一の型。流派発動。二の肩。こんなもんだ。負けるわけには。終わらせるわけには。ゴンキン様、倒れぬ。お前は俺の大切な面を傷つけた。ご視聴ありがとうございました。お前の罪だぜ。